はい、おはようございます。今日はですね、ちょっと有休を取りました。っていうのも昨日試合だったのでちょっと体きついかなと思って一応念のため取っといたんですけど、もうやばい、マジで全身筋肉痛、もう肩も痛いし、はい、有休取っといてよかったな。もう今日はまあちょっと予定入れてるんですけど、まあこんな感じで休みながらちょっといろいろ作業とかしてちょっと出かけてっていう感じの一日になります。はい、ということでちょっと一旦パソコン作業していきます。やっぱちくそ寒いな今日。ちょっとこれから用事があって渋谷の方に行きたいと思います。はい、ちょっと明日の昨日の大会の動画の編集もあってないんで、どっかの感じで動画の編集もしようかなっていうふうに思ってます。はい、これ止められなかったら終わり。すごい、これはすごい。まだわからない。うお、すげえ。うわ、それやばいだろこれ。やばこれ。おしまいこれ。やってくれたな、あいつ。はい、おはようございます。ちょっとですね、嫁が僕の携帯と自分の携帯間違えて、僕の携帯をなんか会社持って行っちゃって、はい、朝から携帯ない、どうしようと思ったら携帯間違えて持って行っちゃったみたいですね。はい、まあ、最近ちょっと携帯で撮ってたんで、はい、久しぶりにちょっと今 GoPro で回して撮ってます。まあちょっともうしょうがないんで、今日はもう携帯なしで頑張っていきたいと思います。はい、今帰ってます。もう今週は多分トレーニングしないかな、まあ、してもちょっと明日ちょっとやるぐらいで控えめにしたいと思います。ちょっと大会の疲れが結構残ってるんで、足とかね、背中が特にひどく痛いんで、今週はちょっとお休みしたいと思います。とりあえず今からちょっとワークマンで買い物して帰りたいと思います。わあ、
がマジで重い。思ったより大会の疲れが来てるんだと思います。いや背中と足が筋肉痛じゃなくて、なんか相当重いですね今。はあ、やばいな、今週の動画一回もトレーニングしないかもですね。まあ、とりあえず仕事頑張ってきていと思います。毎日定時上がりで嬉しいんですけど、ジムに行けないのはめっちゃ辛いな。まあ帰ってなんか今日も動画編集とかして、なんかまあ本読んだりとかして、なんかまあゆっくり過ごしたいと思います。汚ねえな、映画汚い。仕事終わりました。今日はこれからジムに行きたいと思います。本当はあんまりやりたくなかったんですけど、ちょっと体動かしがあったら軽くトレーニングしていきたいと思います。はい、ってことで頑張っていきたいと思います。はい、今週ラスト頑張っていきたいと思います。はい、今終わりました。今から帰ります。昼間と違ってやっぱ夜はめっちゃ冷えますね。寒い。はい、もうね、ちょっと今週筋トレは休もうと思って、あの自分から決めてやってるんですけど、いやーもう動きたくてしょうがない。ほんともうあれですね、なんか動画もずっと同じような風景なんで、あれですよね。いやーまあ、しゃあないとしゃあないですけどね。ちょっと正直あんまり腰の結構負担かかってたのが分かんないですけど、結構まだ痛むので、来週もどうかな。ちょっと今回はちゃんと怪我をしっかり治して、またねトレーニングをしっかりやっていきたいなと思っているので、しばらくこんな感じの風景がずっと続くかもしれないです。はい、ということで事務作業的なのを淡々とやっていきたいと思います。しーちゃん、これ向こうで寝るからね、来ないでね。やばい、もうスーツのまま寝ちゃった。おはようございます。一応もう今週も終わりということで、まあ今週はもうちょっと仕事がメインで、試合が終わってちょっと体回復させるためにあんまトレーニングしてなかったんですけど、まあしゃあないですね。こんな1週間でした。眠い。
っと起きないとな。はい、ということでまた来週も頑張りたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。また来週お会いしましょう。